卒業文集とは、主に小学校、中学校、及び高等学校で作成される記念品の一種。卒業アルバムと同じく、児童及び生徒が、学校の卒業に際し課題に基づく、もしくは自由に課題を設定して、文章を作成し教職員が手配した業者によって、想定が行われ、卒業式及びその前後に配布されるが、必ずしも作成されるわけではない。 内容は将来の夢についてや在校時の思い出、クラブ活動での経験から得たこと感じたことなどを題材にする場合が多い。文集の中には学生の文集だけでなく学級の出来事のページや教員らの文章などのページが設けられることもある。文章作成を通じて手元に残る自身の思いを込めた記念品を作ること、文章作成能力向上のためなどにある。 生徒本人の自筆によって書かれ、教師による構成もないため、誤字、脱字があった場合は、将来にわたって、加工を残すことになる。日本では、児童や生徒が後に、重大な事件の加害者、被害者となった際に、本人の人物像を伝える参考資料として、近年マスメディアが、極秘に卒業文集を入手し、文面が公開され、紹介されることも多い。また、 将来事件を起こしそうな人、将来ホームレスになっていそうな人等といった人格を傷つけるような不謹慎なアンケートが実施されたことがあり、マスメディアによって報道されて問題になったことがある。これらに関しては著作権や倫理上の問題等が指摘されている。ありがとうございます。